俺、陽子さんのこと小説にする。いいよね。私は二人の男を愛していた。二人の男は私にとって隣り合わせのパズルのピースのような存在だった。一方の欠けてる部分をもう一方が満たしているようだった。そんなことだから私のピースがはまる余地はなかった。私はチューブラリンのまま未完成のパズルの余白を漂う、そうしたピースの一つだった。そのネクタイで首を絞め殺してみたいって。陽子さんが言ってること、楽しみ、全部信じてるの？陽子はここにはいないよ。殺したのか殺してないのか。そういうことって体が不思議としっかり記憶してるのよ。は？何言ってんの？だって二人を狂わせたのは陽子さんじゃない。リリコ落ち着けよ、これフィクションの話で。違う。違わないよ。だって春は二人が本当はどうなったのか知らないでしょ。わっ、隠すなよ。しっかりしろよ。ねえ春、ちゃんと聞いて。聞いてる。聞いてない。じゃあ始めましょう。